大津絵っていうと、まあ、滋賀県の大津で、売られてた、まあ、お土産の、絵画になります。はい、お伊勢さんみたいな感じで街道が結構整備されて人々のこう行き交いがめちゃくちゃこうね、盛んになったら、まあ、やっぱまあ、それなりの町ではなんかお土産を、ね、売りたくなるじゃないですか。まあ、インバウンドみたいなもんですよ、インバウンド。あ、いろんな旅行者来たからなんか買ってってや、これ買ってってやみたいな感じで、なんかお土産品作ろうやっていうことで、即興でもう安くでもええから、とにかく大量生産で買いたいっていうのを売ろうぜみたいな感じで生まれたのが、大津絵やったんですよ。